今日は、ついに、私、桃香の、推しを公開。いやいや、そういうのじゃないです。そういうのじゃないです。こんにちは、桃香でーす。はい、ということで、皆さん、新学期始まって、何日か経ちますけども、いかがお過ごしでしょうか？はい、私、桃香も高校2年生になったということで、ちょっと新しいクラスで今やってってるんですけど、ちょっとね、私的に一つ一個嫌なのがありまして、クラスはね、結構楽しくて、仲いい友達とかもいて、友達もできたりして、楽しいんですけど、学校の授業が始まってから、もうずっと声が枯れてるのよ、私。多分ね、花粉なんだよね、これ。風邪ひいてる感じじゃなくて、花粉っぽいんだよ。で、声が枯れてんの、地味に。これね、多分、桃香チャンネルを結構見てくれてる人だったら、桃香ちゃん声枯れてるなってわかるかもしれないんだけど、意外とね、これ気づかないんだよ。今しかもなんなら声張ってるから多分気づかないと思うんだけど、当てられた時にちょっと喋るってさ、クラスでこれぐらいの音量でさ、発表するってあんまないじゃん。普通にちょっとなんとかですっていうぐらいじゃん。そんな張らないじゃん。だからそれで言うともうガッサガサで、本当に声カレカレで全然出なくて、今日もそうだったんだけど。なので私的にちょっと第一印象声異常にガサガサな人ってなってそうで怖いなって感じです。本当にね、今も枯れてんのよ、これ。わかるかな？多分伝わらないと思うんだけど、もともとね、ハスキーハスキー言われてたんですけど、昔と比べたらね、ハスキー感なくなってきてたんですよ。あちょっとガサガサ感をなくしたいなって気持ちです。ということで本日は今までやったことのない企画に挑戦したいと思います。私結構 YouTube 以外にも他の SNS 活動も頑張ってるんですけど、ちょいちょいね、コメントとか、インスタの DM とかでも聞かれることが多いものがあって、全部にお答えするのはやっぱ不可能なんですよね。ということで本日の企画、高校2年生になってから私桃香がよく聞かれることトップ 5！せっかくなので動画の企画としていろいろ紹介していきたいと思います。それでは、行ってみよう。ということで、まず私桃香が最近よく聞かれること第5位は、何の洗顔料使ってるの？そう、私桃香結構ね、動画上で見ると肌が綺麗に見えるらしく、結構洗顔料何使ってるのとか聞かれたりしますね。多分、私はなんて言うんだろう。そんな多分ね、ガチガチに荒れてる方じゃないんですよね。結構落ち着いてて、だいぶニキビやばかった時期もあったんですけど、今は結構落ち着いてる感じなのかなって思います。私ぶっちゃけね、これずっと使ってるとかあんま決まってなくて、いろんなのを定期的に使ってて、でその中でも結構やっぱ良かったなっていうやつに今たどり着いてるので、それを紹介します。それがこちら、じゃーん。リフェスタ泡洗顔ディープクリアー。毛穴の黒ずみ、過剰な皮脂まで密着オフ。ということで、これは墨が入っている泡なんだけど、私結構いろいろ使ってきた中でもね、こういうプシューっていう泡がこうできるタイプがすごい好きで、なんかさ、こうなんて言うんだろう。結構固めの泡が好きなの。わかるかな？これも密着オフって書いてあるから、すごいね、泡が結構硬くて、すごいなんかもう汚れ、毛穴がこう吸い取ってもらえてる感がね、感じるんですよ。これいくつか種類があって、なんか普通のなんかノーマルタイプみたいなのも使ったことあったんですけど、これなんかね、墨っていうこのグレーの泡な感じのがちょっとね、最近新しく出たということで、毛穴の汚れも落ちるということで選びました。私自分の顔の中でも圧倒的に悩んでるのが鼻のね、毛穴なんですよ。黒ずみ。もう本当にこれが、もうどんだけスキンケアして、どんだけ毛穴のそういうの使って、どんだけ泡でいろいろ調べて洗ったとしても、もう何もびくともしなくて、で、こうやって産毛とかも剃っても全然変わんなくて、結局なんかたまに皮膚科に行って相談しに行ったりとかもしてるんですね。もう毛穴あるだけで一気にもう汚さが出ちゃうっていうか、それが本当に嫌でやってるんですけど、意外と最近落ち着いてきたかもしれないんですよね、ちゃんと。炭酸泡洗顔なんですけど、私的にあんまなんか炭酸感わかんないかなって感じ。なんかね、うち結構顔を水でこう、お湯で洗ってから泡をつけるタイプなんだけど、なんかたまに水ついてない状態で泡がついたりすると結構シュワシュワするかなって感覚があるぐらいで、結構お湯顔にやっちゃってからこれ使うとそんなシュワシュワ感わかんなくなっちゃいますね。ちなみにこちら700円ぐらいだったと思います。これちょっと出してみます。よく振ってからね使うんだけど、これだいぶね、墨なの。結構ガチ墨でたまにここに真っ黒にちょっと泡ついちゃってるみたいなさ。すごいかね、威力。プシューっていうかね。こういう。で、ちょっと出すと膨らむのね。炭酸だからかな多分。でも膨らむからちょっとね多めに出しすぎちゃうっていうのが最初あると思うんで、ちょっと少なめに出して膨らむのも考えて出してあげるといいかなって感じ。だいぶねこう見てもらったら分かるんだけどね、炭が入ってんね。かなりね固めのホイップクリームぐらいの泡なので毛穴に密着してくれるんじゃないかなと思っております。しかも結構ね顔がねこうやってあげると黒くね墨がつくので、ちゃんとね洗い流してあげるようにしてください。続きまして、私ももかが最近聞かれること第4位は、シャンプーリンス何使ってるの問題。私今自分で言うのもなんなんですけど、結構髪の毛がね美しいと思うんです。綺麗だと思うんです。結構これコメントとかでも言われるんですけど、結構ちゃんとね髪の毛手入れしていまして、もともと結構長くてこんぐらい髪やった時もめちゃめちゃツルツルに頑張ってたんですね。結構髪の毛を褒めていただくことも多くめちゃめちゃ嬉しいんですけども、なので結構ねシャンプーリンス何使ってるのって聞かれるんですね。紹介します。私が使っているシャンプーリンスがこちらじゃーん。ウルリスきらめきウォーターコンクシャイニーシャンプーとヘアトリートメントでございます。はい、もう私は迷わずウルリスです。本当にウルリスしか勝たんって感じで、もう新作出たらもう新作買ってって感じで、これも結構新しいやつなんですけど、なんかねこのね結構このねパッケージがこうねダイヤモンドみたいな感じでねゴツゴツしててめっちゃ可愛いんだよ。もうさウルリスマジ可愛いよね。パッケージといい色味といい。これで使ってまして、これ結構まあ新しく買ったばっかなのでちょっとまだいっぱい入ってるんですけど、これはキラツヤ髪とキューティクル補正っていうやつですね。なので、まあ、髪をツヤツヤにしてくれる感じになっておりますと。これのヘアオイルも最近使っていて、私は結構ウルリスを買うときはもう全部系統統一させて買ってる感じですね。何よりね泡がね立ちやすいのよ。それがすごい好きで、私頭洗う時に泡をこう結構もしゃもしゃにしないと洗えた感がちょっと感じれないタイプなので、これ結構ね泡立ってくれるからすごいね好きなんですよ。で香りもめちゃめちゃよくって、何の香りっていうの、シャンプーの方がシャボンブーケの香り、トリートメントはアクアピオニーの香りということで、まあ、どっちもちょっとフラワー系の香りなんですね。すごい好き。なんかね若干リンスがね甘めの香りかもね。でしかも意外とウルリスって匂いがね次の日までね持つっていうか、なんなら学校授業中とかもなんか自分の頭の匂いがするみたいな、お花のここの香りがする時とかもたまにあるので、めちゃめちゃね匂いはね継続する感じですね。こちらどちらも各1540円でございます。私はウルリス一択でした。続きまして、私ももかが最近よく聞かれること第3位は、カラコン何使ってるの？はい、私結構もう高校生になってからだいぶカラコンつける頻度が多くなりまして、まあ、今日はちなみにただのコンタクトなんですけど、色はついてないやつなんですけど、やっぱカラコンってねすごい聞かれるのよ。そう、何つけてても基本的に聞かれるんだけど、その中でもやっぱ一番聞かれたカラコンを今回は紹介したいと思います。もうねやっぱカラコンを一回つけちゃうとね本当にやめれなくなっちゃうよね。もう自分のこの普通のこの何もカラコンつけてない状態の目を見た時にも漏れなさすぎるみたいな感じ。だから私はねあんまつけすぎても依存しても嫌なので、なるべく大切な日に、大切な撮影の日とかちょっとインスタ映え撮りたいなみたいな時につけたりしてます。ちなみに私が一番使っているカラコン、一番お気に入りのやつがこれ、こちら指原莉乃さんプロデュースのトパーズ、そしてカラーはストロベリークォーツでトーリックでございます。まあ、トーリックっていうのはこれ卵子ってことらしいですね。もう私なんでこれかっていうと、まず卵子なんですね、目が。で卵子のカラコンってなかなかなくって、特にワンデーのカラコンがなかなかなくって、普通のだから例えば有名なこのカラコンとかみんなつけてるやつとかはなかなかねつけれないんですよ、卵子用がないので。なんですけどこのトパーズに関しては卵子用を用意してくれてて、なんなら最近ね新色出て、これ最近新しく出たやつなんですけど3色ぐらいあるんですよ、卵子のカラコンだけでも。それがありがたすぎてマジで愛用させていただいてます。しかもワンデーっていうのがいいんだよね。なんか1年間使うやつ、1回卵子用でカラコン買ったことあるんだけど、やっぱねいまいちね後半になるとちょっとね痛くなったりゴロゴロしたりしちゃうのよ。そうだからこれが一番いいです。ちなみに卵子用のカラコンレビューっていう動画出してるので、ぜひね私も卵子でカラコンいいのなくて悩んでるんだよねって方はそちらの動画概要欄から見てみてください。結構いろいろ紹介してますので参考になると思います、ね。このカラーは結構ちゃんと目も大きくなって、で、意外となんて言うんだろう、これね、直径が 14.2 ミリで、まあ、漏れるんですけど、結構ナチュラルなカラーで持ってくれるの。色味こんな感じで若干ピンクがかっててめちゃ可愛いの。ランシーをカナコンの方では着用した様子とか詳しく紹介してるので、ぜひね、気になる方はそちら見てみてください。続きまして、私ももかが最近よく聞かれるもの第2位は、そのデニムどこのー？私結構インスタグラムとかでもファッションをこうアップしたりしてるんですけど、あとファッション系で撮影してる時に履いてたデニムとか聞かれたりするんですね。その中でも私的にこれよく聞かれたなーっていうイメージがあるものをね、ちょっと紹介します。それがこちら、バーン。これはですね、ゴージーのデニムなんですけど、若干このフレアになってるやつでございます。結構タイトめなデニムなんですけど、フレアになってて形がめちゃ可愛いんですよ。ハイウエストでね。で、色味もなんか可愛いよね。こちらゴージーの M サイズとかですかね。ゴージーマジでさ、もうほんと S とかもピッチピッチすぎてって感じなんですけど、これ結構私的に形もすごいお気に入りでね、よく履いてます。はい。確か3000円とか結構前に買ったので、ちょっと3000円ぐらいだった気がします。ぜひね、タイトめなストレッチなデニムを探してる方は、ゴージーさんおすすめでございます。次。そしてラスト、私ももかがよく聞かれること、第1位は、じゃん！ももかちゃんってニュージーンズ好きなの？こちらですね、なんで突然ニュージーンズっていう、ニュージーンズっていうのはK-POP の、女の子アイドル、ヨジャドルなんですけども、お部屋で結構撮影したりするときに、あっちのスペースにちょっとニュージーンズのアルバムをね、ちょっと飾ってたんですよ、最近。そしたらそれをちょっとチラッと見た人たちが、ももかちゃんニュージーンズ好きなの？ももかちゃんニュージーンズ誰推し？誰推し？誰推し？みたいなすごいコメントがたくさん来まして、ちなみにそのね、撮影のところに映ってたアルバムがこちらですね、これ。じゃあニュージーンズのアルバムなんですけど、これはヘリンちゃんと、あと、ハニちゃんでございます。はい。で、私はね、ニュージーンズ結構ハマってて、曲とかもすごい聴いてて、でも全然ね、そのアルバムとかも、一応紹介するか、これと、あと、こんなに、これ。このアルバム、これちょっとミニサイズなんだけど、こちらのアルバムの2種類持ってて、これはあれですね。ヘリンちゃんとダニエルちゃん。でもね、めちゃめちゃ可愛くって、もううち本当に K-POP めっちゃ好きなんですよ。結構聴いてて好きなんだけど、やっぱり K-POP って難しいじゃん？てか特に前まですごいさ、もうちょっとこれ好きって言っただけでもぶち叩かれるみたいな世界線だったじゃん。だから結構ね、いろんなね、YouTuber さんとかもね、結構秘密だと思うんだけど、もうニュージーンズとかもう最近もう爆流行りしてるし、私的にもうその時代、その K-POP 好きって叩かれる時代終わってるかなって思ってちょっとね、出してみたら、全然ね、優しくみんな、嬉しい、ニュージーンズ好きなの嬉しいって言ってくれてね、安心でしたね。いやでも私も本当に全然そのガチ勢とかじゃなくてにわかなんで、本当に可愛いから集めてるっていうだけでございます。ちなみに推しはですね、本当に迷ってて、もう全員本当に好きなんですよ。もうみんな可愛すぎて好きで、もう唯一選んでって言われても、ヘリンちゃんかハニーちゃんでマジ迷うって感じですね。なのでぜひ皆さんも私この子推しだよっていうのがあったら教えてください。ちなみに私、あとおまけで言うと、最近あれ買いました。じゃーん。MX のアルバムを買っちゃいました。もうね、最近のね、ヨジャが可愛すぎる、本当に。もう激アツすぎじゃない？皆さん。だからもうKCONとかもあったんですけど、応募したんだけども、ぶち外れました、普通に。ちなみに、こちらね、パッケージ選べるんだけど、このヘウォンちゃんとソリュンちゃんにしました。マジ、このアルバム天才的な可愛さだよね。この絵画風みたいなさ、って感じです。ちなみに NMIX だと、ヘウォンちゃんが一番推しです。まあでも私的にこれ言っちゃいますけど、私が一番好きなアイドル、アーティストはもう圧倒的ブラックピンクですね。それだけです。チャンネル登録してね。はい、ということで今回は、私、ももかの最近よく聞かれることトップ5をご紹介しました。いかがだったでしょうか？はい、結構ちょっと今回新しい企画にチャレンジということで、またて評判が良かったら、第2弾とかね、今月私がよく聞かれたものとかもちょっとね、できたらなと思っておりますので、ぜひお楽しみに。他にもね、なんかももかちゃんのこれ気になるっていうのをコメント欄に書いてくだされば、もしかしたら採用されるかもということで、ぜひコメント待ってます。それでは皆さん、バイバーイ。かわちい。